東郷平八郎ロジェストベンスキー日本海海戦は日露戦争中の1905年5月27日から5月28日にかけて日本海軍の連合艦隊とロシア海軍の第2、第3太平洋艦隊との間で行われた海戦である。日本ではこのロシア側の艦隊をバルチック艦隊と呼ぶことが通例となっており、本校でもこの故障を用いる。 日本以外の国々では、主力決戦の海域にちなみ津島沖海戦と呼ばれる。この海戦は、日露戦争中の最大規模の艦隊決戦であり、その結果、連合艦隊は、海戦史上稀に見る勝利を収め、バルチック艦隊の艦艇のほぼすべてを、損失させながらも、被害は小艦艇数隻のみの喪失に止めた。この結果は、和平交渉を拒否していた。 ロシア側を講和交渉の席につかせる契機となった。日露戦争開戦前のロシア海軍は、対日戦に備え、旅順及び、ウラジオストクを母こうとする極東の太平洋艦隊の艦船増強などに努め、ほぼ2倍の戦力とすることで、日本の連合艦隊を圧倒しようと目論んだ。しかし1904年2月の開戦時は、戦艦、オスラービアなどは、 本国から派遣途上で、ボロジの急戦艦5隻も、本国で建造、調整中であった。オスラービアの合流は断念され、本国へ引き返させた。1904年5月、ロシアは新艦隊を編成して、第二太平洋艦隊の名前を与え極東海域へ、増派、それまでの太平洋艦隊は、第一太平洋艦隊と解消することを発表した。その後、 司令長官にはジノビー・ロジェストベンスキー少将、副司令官にはドミトリー・フェリケルザム少将を任命した。編成された軍艦はバルト海にいるあまりにも古すぎる旧式艦を除いたほぼすべての艦であった。なお、国会艦隊はロンドン条約により国会を出ることを禁止されており、仮想巡洋艦などを除いてこの遠征に加わることはできなかった。しかし、当時、 石炭補給が常に必要となる蒸気船からなる大艦隊を水兵と武器弾薬を満載した戦時編成の状態でヨーロッパから東、アジアまで開港するのは前代未聞の難事であった。さらに航路は日本と日英同盟を締結していた上にドッカーバンク事件の影響で険悪となったイギリスの正解権下にあり、 良質な石炭はイギリスが抑えていたため列枠な質の石炭しか入手できる見込みはなかった。ロシアと露出同盟を結んでいたフランスも日英同盟によって牽制を受け中立国の立場以上の支援を行うことはできなかった。遠征途中に旅順艦隊が壊滅した知らせが入るとさらなる増援としてニコライネ・ボガトフ少将を司令長官とする。 第3太平洋艦隊が編成された。バルチック艦隊投降図。第2太平洋艦隊とスウェーズ通過の死体、第3太平洋艦隊の航路ロシア艦隊は、津島近海で連合艦隊と遭遇し、日本海南西部で撃破された。1904年10月15日、第2太平洋艦隊は、リバウ運航を出航した。 10月21日深夜、第二太平洋艦隊は北海を航行中に、イギリスの漁船を日本の水雷艇と誤認して攻撃し、乗組員を殺傷してしまう。これによって、イギリスの世論は反路新日へ傾いた。以後、第二太平洋艦隊は、イギリス海軍艦隊の追尾を受け、これをしばしば日本海軍のものと勘違いして、将兵は神経を消耗させられた。 11月3日、タンジェで、第二太平洋艦隊は、希望ミネを回る本隊とスエズ運河を通過する主体に、分かれた。第二太平洋艦隊は、戦艦でもスエズ運河を通過できる大きさで、設計された艦のみで構成されていたが、実際には建造の不手際と追加資材の搭載による、重量超過で喫水が、当時のスエズマックスを上回ってしまい、 かなりの弾薬や石炭を下ろさなければ通過できず、余計に時間がかかるとみなされたためである。死体は、ズダワンで、国海から来た、義勇艦隊の仮想巡洋艦と合流し、11月26日には、スエズ運河を通過して12月30日に、フランス領マダガスカル島の野しべ港に入った。本隊は12月19日に、希望ミネを通過し、 翌1905年1月9日に死体との合流を果たした。そこで知らされたのは1月1日に旅順要塞が陥落し、旅順艦隊の残存艦艇も事実上日本の手に落ちたことであった。これにより日本艦隊に対する圧倒的優位を確保するという当初の開港の目的は達成困難になり、遠征を中止することも考えられ、艦隊は同時に しばらくとどまることになった。なお、のしべで居座り続けていたわけではなく、のしべから1 0 0ートル北のアンツェラ7にも停泊したという複数の記述がある。ロシア海軍上層部は本国に残っていた艦艇で、第3太平洋艦隊を編成し、日本艦隊と砲撃力を互角に近づけることで、遠征を続行することを決定した。この知らせと正解権を奪回せよとの命令を受けた。 ロジェストベンスキーは、現在の戦力では、政界圏の奪回は、不可能で、第三太平洋艦隊は、老朽艦で逆に、戦力源であること、現在の戦力で、ウラジオストクに入り通商破壊に徹することが、最良であると返答し、すぐに出航するべきであると説いた。2月15日に、第三太平洋艦隊は、リバウを出航したが、 その知らせを聞いたロジェストベンスキーは病気と称して辞職を願ったが許されなかった。3月16日、第二太平洋艦隊は、野しべを出港した。インド洋方面には、ロシアの友好国の港は少なく、商兵の疲労は蓄積し、水、食料、石炭の不足に見舞われた。4月5日には、マラッカ海峡に入り、4月14日に、 フランス領インドシナのカムラン湾に入り、第三太平洋艦隊を待った。この時ロジェストベンスキーは本国に、第三太平洋艦隊を待たずに、ウラジオストクへ急行したいと打電したが許可されなかった。4月21日に、フランスより退去要求を受けたが、4月26日にバンフォン湾の国際法違反にならない場所で闘病した。 第3太平洋艦隊は3月26日にはスエズ運河を通過し5月9日に第2太平洋艦隊と合流を果たした日本海軍の連合艦隊はすでに1904年8月10日の公海海戦でロシア太平洋艦隊主力の旅順艦隊に勝利し8月14日のウルサン沖海戦でウラジオストク艦隊にも勝利したことで 極東海域の正海権を確保していた。また、旅順要塞の陥落及び旅順艦隊の壊滅の後、艦艇を一旦ドック入りさせるとともに入念に訓練を行い、バルチック艦隊の迎撃殲滅に自信をつけていった。残る最大の問題は、バルチック艦隊をどこで補足迎撃するかだった。ウラジオストクへの航路としては、津島海峡経由。 津軽海峡経由、宗谷海峡経由の3カ所があり得た。3カ所すべてに戦力を分散すれば、各個撃破されかねないと考え、戦力を集中して、いずれか1カ所にかけた。とはいえ、バルチック艦隊が宗谷海峡を通過するためには、距離が遠いため日本本土の太平洋側沖合で、石炭を洋上補給する必要がある。津軽海峡は、 日本側の嫌いによる封鎖が厳重になされていた。このようなことから、連合艦隊司令長官、東郷平八郎大将は、バルチック艦隊は、津島海峡を通過すると予測し、主力艦隊を配置するとともに、周辺海域に警戒網を敷いた。1905年2月21日には、連合艦隊機関三笠が、朝鮮半島の陳海湾に入り、 同地を拠点に連合艦隊は、津島海峡で訓練を繰り返した。日本側の地点表示、哨戒体制日本側は戦闘予想海域を直行する等間隔の直線で区切り、その交点に数字をありふっていた。また陸地が目標となるいくつかの地点を集合場所としてアルファベットで表示し、海峡を横切る6つの警戒線と通過する方向に、 なる三つの艦船を設定試行点にアルファベット二文字の地点表示をつけた。なお、紹介海域を5番の目のように細かく分割し、その一つ一つに紹介用の艦船を配置したという話があり、軍籍船舶以外にも漁船まで動員した紹介艦船73隻で行ったという。しかしそれに関する記述は戦士に存在しない。 27日朝に紹介を行っていたのは、第三戦隊と第六戦隊所属の防護巡洋艦、泉、銅、秋津島、及び仮想巡洋艦5隻である。また配置の基準も、地点ではなく、警戒線である。ジャンクを雇い入れ偽装貸し卒を配置し、台湾周辺海域において、漁業などを予想いつつ、監視を行うという指示は出されている。これは、 バルチック艦隊が台湾周辺を一旦占拠する可能性に備えたものである。連合艦隊戦策4月12日、連合艦隊はその戦策を定めた。戦法として、単体の戦闘は定時戦法2体の共同戦法は、おつあざ戦法に準拠するものとすと定められている。21日には戦闘開始時における各戦隊の動作が追加されたが、 こちらは5月21日に変更されている。この変更では、第一戦隊は、敵の第二順にある部隊の戦闘を射に、圧迫するごとく敵の攻守する方向に折れ努めて、平行戦を開始し、事後戦闘を持続す。第二戦隊は、状況の許す限りお辻を描き第一戦隊に、対する敵の交尾を猛撃し、事後おつあざ戦法の趣旨に基づき共同動作すべき。 などと定められている。また、第9艇隊が白中二第一戦隊と並行する敵主力に対し反抗で、攻守水雷攻撃を行うことが追加されたが、こちらは5月17日に連携水雷による奇襲攻撃に切り替えられた。連携水雷自体が機密であったため、この作戦は後にも公表されていない。この奇襲は、第2戦隊所属の装甲巡洋艦。 アサマが第一駆逐隊と第九艇隊を引き、公開回線の際に捕獲した、元ロシア海軍の駆逐艦、暁が敵前に連携水雷を巻くのを、暁を除く第一駆逐隊と第九艇隊の水雷攻撃で注意を引きつけ、支援するというものであった。暁は、ロシア側のものと迷わせるために識別戦と艦号を、まつめし,し、自治状機を吹かすことや遊園火薬で発砲する。 こととされた。だが、連合艦隊参謀であった、飯田久常によれば、第二艦隊参謀長だった、藤谷一の反対によりこの作戦は、当日に取り消すものとされたという。5月14日、バルチック艦隊は、バンフォン湾を出港した。5月19日には、バタン諸島付近で、イギリス旗船オールドハミヤを打破した一方、日本に向かっていたノルウェー旗船 オスカルは林権のみで解放した。バルチック艦隊は、オールドハミアと仮想巡洋艦、テレークと同クバーニを分離し、おとりとしてバラバラに、宗谷海峡周りで、ウラジオストクに向かわせたが、これらは、日本側に発見されずいずれもウラジオストクに、たどり着けなかった。22日頃、バルチック艦隊は、都海峡を通過し東、シナ海に入り、 津島海峡通過は確実のものとなった。ここで日本の民間船に目撃されるが、その通報は海戦より遅れた。バルチック艦隊は23日に洋上で停止し、各艦搭載できうる限りの石炭を積み込んだ。また同日にフェリケルザムが病死したがその死は秘匿され、ネボガトフにすら知らされなかった。25日8時には仮想巡洋艦、リオンと 同ズネーブルを越そうとし、運送船6隻を上海方面に向かわせた。ロジェストベンスキーは、水雷攻撃を避けるために、津島海峡を日中に突破すると決め、時間調整として26日に艦隊運動の演習を行っている。連合艦隊は5月23日に日本へ到着したオスカルからバルチック艦隊と遭遇し、バルチック艦隊の士官から、 津島海峡へ向かうと聞いたという情報を受け取ったが、19日以降の足取りはつかめていなかった。24日に至り、東郷は大本営に対して、相当の時期まで敵艦隊を発見できなければ、大島大島への移動をするという電報を送っている。25日に、東郷は、各司令官を集め軍議を行い、信号によって開封される、移動のための密封命令を発し、 さらに5月26日正午までに敵発見の情報がなければ移動すると大本営に電報を送ったが、大本営はこれに行き違う形で慎重を期す、胸の変電を送った。第1艦隊と第2艦隊の大部分は加徳水道に残り、三笠は大本営との連絡がしやすいように、沈海湾に入った。26日午前0時過ぎ、バルチック艦隊より分離した。 運送船6隻が上海に25日夕方に入港したという情報が大捕鯨に入電した。位置関係を考えれば、バルチック艦隊は25日夕方にまだ九州以南にいることと判断でき、東郷はバルチック艦隊が太平洋側で発見されるまでは、津島海峡で待ち続けると決した。もし運搬船の上海入港が1日遅れていたら、 東郷は艦隊を北海道に向けていたかもしれない。シナノマル5月27日午前2時45分、九州西方海域にて、成川北大佐を艦長とする連合艦隊特務、艦隊仮想寿命艦、ノマルがバルチック艦隊の病院船、オリョールの投下を発見した。シナノマル側は、オリョールが、帰船としか確認できなかったため、 月明かりを利用して判別するために大きく回り込んで接近した。4時40分に300メートルまで近づいて、病院船と確認してから臨検をしようとしたが、夜が明けつつあった4時45分、距離1500メートル以内に航行中の官営、梅園を多数視認し、脱出を試みつつ敵艦隊らしき梅園を発見と、打電し、ついで4時50分に203地点で、 敵艦発見と打電している。シナノマルは脱出に成功し一度はバルチック艦隊を見失うも再度発見して接触を保った。近くの第4警戒線で紹介任務に当たっていた第3戦隊と泉、秋津島はシナノマルの電信を受けバルチック艦隊への直接のために動き出した。一番近くにいた泉は6時45分に バルチック艦隊を発見し、接触を保った。7時過ぎに、シナノマルは近づいてきたバルチック艦隊の駆逐艦を避けるための行動中、さらに他に売園を認めたため、バルチック艦隊と離れて調査に向かった。泉は、バルチック艦隊の右側で並行しそのまま7時間に、渡り敵の位置や方向を無線で通報し続けた。シナノマルは、夜間とは異液危を犯して、 ロシア艦隊に並行し、観測を行い電波を発射し続けていたが、バルチック艦隊からは発見されなかった。ロシア側からの記述では、オリオール上院は午前5時過ぎに帰船を認め、その後、朝もやの中にロスとしている。曰く、旗はよく見えなかったが、どうもうさんくさく、日本の紹介船に沿いなかった。ロジェストベンスキーは、何もしなかった。午前6時ごろ船が現れ、 接近してみると、泉だと分かった。泉は、丸1時間ほど、ロシア艦隊と同じ進路で進んだ。受信機には、暗号が新しく入ってきた。ロジェストベンスキーは、砲を泉に向けるよう命令したが、狙いをつけただけだった。ウラルは600マイルを更新できる無線機を備えていたのだが、ウラルからのロジェストベンスキー向けの通信妨害の許可を求める信号に対し、 日本側の無伝の邪魔、おするなと、応答があり、通信妨害は行われなかった。ただし、シナノマルの報告書には、妨害電波を受けたという記述がある。シナノマルの第一通報、シナノマルの27日朝に送った通信文は、敵艦隊、らしき売園、剣誘、敵の第二艦隊ミユニヒャ地点、敵派大衆東水道を通過、戦闘する者の女子、 敵艦隊15隻以上を目撃しとなっている。そのうちの前の3つはあらかじめ略譜が決められており、かな1文字を連続送信することとされていた。順番に、ね、た、ひが割り振られており、たたた,たで敵の第2艦隊権優の意味となる。敵の第2艦隊権優の部分は敵艦、権優と略されることが多いが、実際には敵艦発見法は第2太平洋艦隊。 ウラジオストック艦隊、偵察巡洋艦、仮想巡洋艦、駆逐隊とで区別されていた。このシナノマルの第二報である艦隊発見法の地点を456地点としている作品、文献があり、それは各暴露で記録された電報送達紙を集めた冊子にあったものを情報源に推測していると思われるが、それは翌28日早朝、 津島の北東の海域で、シソイベリキーを発見した時のものである。確かに、暗号文、リアーセ略符号を丸カッコで囲むのは、伝報業務の一般的監修。最後の、セは、不明が記載されているものと訳文が、記載されているものがあるが、その2枚は28日に記録された部分に収録されているほか、日付も、28と読め。 記録場所も津島北部に存在した大河地、大川地防楼であると読める。第7戦隊の報告書でも28日6時45分に敵を発見す456地点原文まま、点は点の急事態と記録されている。約分にも456に緑の文字でと付けられている。456地点はマスダ市周辺の北側にあたり、 受電分の456地点に、が付けられているのは、容易に電波の届く位置ではないからと推測される。シナノマルが5時10分に445地点付近で、仮想巡洋艦ヤワタマルと合流したという報告が、極秘戦士に記載されているが、その元の報告書である、戦時日誌では455地点と記載されている、ことから、 実際には446地点とすべきであったと推測できる。なお、第3法のものは1枚の電報送達紙に暗号文とその訳文が記載されたものが残されている。5月27日早朝、バルチック艦隊との決戦に出撃する連合艦隊日本海海戦での各艦の行動、特に客中、注釈のない限り、 国治三3 7八年海戦士の記述に基づく。5時5分頃、敵艦、圏油の方に接した第一・第二艦隊に、直ちに出港用意が加齢され、6時頃、連合艦隊は、出港を始めた。三笠は大本営に向け、敵艦隊未湯との警報に、摂氏連合艦隊はじかちに出動。これを、滅戦とす。本日天気清楼。 なれども労公子と打電した。6時35分に、三笠は、戦闘に立ち、7時10分、三笠は、加徳水道を抜けがいように出た。津島、小崎湾にいた第三艦隊の大部分は5時34分に、直接のため出港し、同地点にいた第二艦隊所属の、第四駆逐隊もそれに習った。秋津島も合流した第三艦隊は十時頃、 バルチック艦隊を発見しその左前方につき、三笠に向かって、敵情報告を始めた。バルチック艦隊も、夜明けから、泉や、その他の艦艇を確認していた。10時30分には、第三戦隊も加わり、バルチック艦隊の左前横について、敵情報告を始めた。11時42分ごろ、機関、クニャージ、スボウロフの掲げた。 泉との距離を示す旗流信号を発砲命令と誤認した後続の書簡が第三戦隊に向け砲撃を行った。第三戦隊は16ノットに増速し、砲撃を返しつつ、距離を離した。やがてロジェストベンスキーが発砲を中止させ日本側も、やめた。双方に一発の命中弾もなかった。第三戦隊は再び近づき、徐々に減速しながら、 バルチック艦隊の前に出ていった。第四駆逐隊は第三戦隊がバルチック艦隊の前に出ていくとそれについていった。この時バルチック艦隊の第一戦艦隊は右発展正面変換を行いさらに左発展一斉回答により単王陣を形成しようとしたが途中で止めて単獣陣に戻った。ロジェストベンスキーは戦後のサモンで 日本艦が見えなくなった暇に、第1、第2戦艦隊を一列横陣に展開しようとしたが、第3戦隊が、再び確認できたためその命令を途中で取り消した、と述べて折り的主力に対する備えだったという。日本側は、単王陣が、第3戦隊と第4駆逐隊に対してのもの、特に駆逐艦が嫌いを巻く危険に備えるものと、 解釈しており、2番艦と3.4番艦との挙動の違いから2番艦の戦艦、インペラートル・アレクサンドル3世が信号を誤読して、左発展に一斉回答ではなく蓄次回答を行い、3.4番艦は一斉回答の動きから蓄次回答に修正したと判断している。どちらにせよ12隻の単重陣を形成していたバルチック艦隊の主力である、 1> 第1.23戦艦隊は第1戦艦隊の左側に少し遅れて第2.3戦艦隊が続くという中途半端な陣形となってしまった。ロジェストベンスキーはこれを元に戻すべく命令を下したが、ミカサが姿を現したのは、それの完了より前であった。Z 機、ミカサは沖の島付近での溶撃を目論ろみ南下していたが、 波が高く水雷艇の航行に支障をきたしていたため8時50分には水雷艇を三浦湾に退避させ、また連携機雷の使用にも適さないとして10時8分に奇襲隊の解体命令を出した。この頃から第三艦隊機関のボンゴ寿命館、五福島より敵情報告を受け取るようになったが、それによる敵の位置は泉のものより東寄りであった。 ついで第三戦隊機関の防護寿命館、笠木からも報告があったが、敵の位置は泉のものより西寄りであった。敵の位置は泉のものが正確であったが、このズレは26日も波が強く艦がそれに流されていたことによるもので、修正も行われていたが、その計算が合っていなかった。泉が正確だったのは26日夜に一旦神の裏に対比していたためである。 これによる混乱はあったがひとまず、五島の情報をもとに動くことにしている。13時15分、三笠は第三戦隊を発見し、第三戦隊もまた連合艦隊主力を指認して、その後尾に回った。13時39分、南南西に航行していた三笠は、北東ほの北の深度に進むバルチック艦隊を南西に指認し、三笠は戦闘機を形容して、 戦闘開始を命令した。ついで13時40分、右に変身して、北西方の北へ向かった。この変身の目的は、記述がないが、敵を実際より東側に位置するとした、五福島の情報で敵のほぼ正面に出てしまったため、反抗時のバルチック艦隊との横距離を修正する、動きと思われる。13時55分、三笠は、左に変身して、 震度を西に取った。その時、両艦隊の距離は約7回り。東郷は、連合艦隊機関、三笠への Z 機の形容を指示した。この時連合艦隊が使用していた、信号語では、Z 機は、広告の後輩、この一戦にありり、各位に一層を分礼努力せよという文言が割り当てられていた。14時2分、さらに三笠は左に変身して、震度を、 南西方の南にとり、第一戦隊は、北東方の北の震度をとっていたバルチック艦隊に、対して反対の震度に入り、そのまま反抗戦を行うかのように予想た。海戦図からの推定ではそのまま両国の艦隊が直進すれば、戦闘の機関同士がすれ違うのは14時10分頃で、間隔は6000メートルとなる。この頃ロジェストベンスキーは、 第一戦艦隊のどの艦である戦艦、オリオールが、第二戦艦隊の戦闘艦である戦艦、オスラービアの前まで出たと判断し、第一戦艦隊を、第二戦艦隊の深度上に割り込ませていたが、実際には、オリオールと、オスラービアは並走している段階であった。十四時五分、敵を南方の東に、距離八千メートルで望んだ時、東郷は急展開での左回を明治時分に、 戦闘のミカサは海東を終え東北東へ停張りした。統合による報告書ではこれを敵の戦闘王者に圧迫しとしている。海戦図によれば、ミカサは右横ほぼ正面にクニャージスボーロフを望んでいた。14時8分、ミカサに続いて四季島が東北東に停張りしたその時、バルチック艦隊は砲撃を開始し、ミカサに攻撃を集中した。 日本側はすぐには打ち返さず距離が縮まるのを待ち、14時10分に、ミカサが距離6400メートルをもって、クニャージスボーロフに向けて、発砲を始めた。その後、第一戦隊は、回答を完了した間から発砲を始めた。ミカサに攻撃を集中したバルチック艦隊であったが、すぐさま有効な砲撃は行えなかった。ミカサは、 クニャアジスボーロフの左前方約30度の位置で、あったため後方の方が向けられず、対列後方の間は、距離が遠すぎ、オスラービアは、アリオールとの衝突を避けるため速度を落として、右に蛇行するのに、精一杯であった。第二戦隊は被害を抑えるために右変身で敵から、やや距離を取った後、14時15分から回答を開始し、第一戦隊の後席の後ろにつき、 発砲を始めた。クニアージスボーロフは右に変身し、平行となるように指導攻戦を試みた。しかし、オスラービアは左列戦闘で日本側の各艦から距離が近かった、三本煙突で狙われやすかったなどが原因で集中砲火を浴び、戦闘開始早々攻撃力を失った。14時20分、第一戦隊はバルチック艦隊との間合いを、 距離5000メートルへ詰め、攻撃戦は最高潮となり、両軍の被害も増え始めたが、命中率は日本側が圧倒していた。バルチック艦隊主力の速度11ノットに対して、第1.2戦隊は15ノットであり、ミカサはクニャージスボーロフより徐々に先行した。14時27分、第2戦隊所属の装甲巡洋艦、アサマが飛弾により、打機を損傷し戦列から離れた。 しかし、これを除けば、連合艦隊は、各艦の戦闘力を維持した。これに対して、バルチック艦隊主力艦は、多数の被弾により急速に戦闘力を失っていった。バルチック艦隊主力後方の艦は徐々に先行する、三笠へ向けて砲撃が困難となり、前方の艦も被弾で砲撃が減り、三笠の被弾は峠を越えた。14時35分。 連合艦隊第一戦隊は東へ転進を行った。14時43分には東南東へ転進を行った。これにより、ウラジオストックへ向かおうとする同艦隊の北進路も遮蔽していった。この間にも連合艦隊の砲弾は原則を撃ち抜くなど、着実にバルチック艦隊各艦を捉え、14時50分、クニャージスボーロフとオスラアベアは艦艦上や、 艦内の各所で火災を起こしながら、右へ大きく回答して戦列から離脱した。オスラービアは、原則避弾口からの浸水への対処が進まず、致命的になりつつあった。この30分間の砲戦で、バルチック艦隊は攻撃力をはなはだしく失った。秋山は、この30分間で、勝敗は決したと評している。撃沈という戦果はないが、 損害を大きく与えられるのは追撃の時で、ありここからは追撃戦であったと述べている。連合艦隊の第3、第4、第5、第6戦隊は大回答に参加せず、バルチック艦隊の後方を回り、14時45分に第3、第4戦隊が主力艦隊の右方にいたバルチック艦隊の巡洋艦、特務船に対する攻撃を開始した。 クニャージス・ボーロフの急なミニ回答は、火事の故障によるもので、回答を続けていた。クニャージス・ボーロフに続く、バルチック艦隊の2番艦、戦艦、インペラートル・アレクサンドル3世の艦長部風をとふ、大佐はすぐに、これを見抜き、事前の取り決め通り自身が、戦闘に立つことを決め、東南東の進路を保持した。しかし、インペラートル・アレクサンドル3世も、 集中砲火を受けて列外に出た。14時55分頃後を引き継ぎ戦闘に立った戦艦、ボロジの艦長セレブレエンニコ二重さんは左へ、回答式隊へ変身し、第一戦隊の後を進む、第二戦隊の右縁へ向けて突進する形をとり、第二戦隊が行き過ぎたその後方をすり抜けようとした。これに対応するため、東郷は、第一戦隊に、 左発展一斉回答を命じ、第1戦隊は14時58分に各艦が変身を行った。第2戦隊の上村はこれに一旦習おうとして、旗流信号まで出したが、ボロジノが右へ進路を変え南方へ逃走することを防ぐため、信号を取り消して直進し、17ノットに速度を速めた。クニアジスボーロフの脱落後は、インペラートルアレクサンドル三世や、 ボロジノがバルチック艦隊の進路を決めていたが、上院が後の沈没時にボロジノの方位に一人を残して戦死したため、正確な航路やその意図を図ることは不可能になっている。この後の展開は第一戦隊と第二戦隊の報告が食い違ったものになっており、日本側の戦士では両方をそのまま掲載してしまっている。ただし、海戦図として残されたのは、 第一戦隊のものが基礎となっている。また、第2艦隊先人参謀であった佐藤哲太郎はさらに異なった証言を残している。この最中の15時7分あるいは同10分にはオスラービアが沈没している。また、バルチック艦隊の後方で離れて航行していた病院船アリオールと同コストローマは十五時三十分に仮想巡洋艦サドマルや同。 満州丸に捕捉され、臨権のため荒れた外目から、三浦湾に移動させられた。第一戦隊による、報告第一戦隊は、14時58分に、左発展一斉回答を行い北東に進む、他の王人となったが、第二戦隊が敵との間に入り込んでしまったため、砲撃を一旦停止した。15時5分に北進する敵の前面に出るため、左発展一斉回答を行い、 走行巡洋艦日清を先頭にした逆順単重陣となり西北西に進み15時7分に左限戦闘を開始した北進するバルチック艦隊主力は北進を一旦断念しボロジノが避けるように右へ回頭しバルチック艦隊主力は一時的に投進し反抗戦の体制となったこの頃インペラートルアレクサンドル三世が先頭に復帰したその後 バルチック艦隊主力は、北からの日本の艦隊の攻撃を避けるように右へ、右へ回答を続け、乱れた間列をまとめ再び北進への隊列を整えようとした。第一戦隊は反抗戦を行いながら、西北西への直進を続けた。この戦闘の終盤では、期間の調整によって、総戦の自由をある程度取り戻し北進するクニャージスボーロフを発見し、 砲撃を加えたが、東郷は、クニャージスボーロフが、すでに戦闘力を失っていると判断し、砲撃を切り上げた。他の敵監視力は後方に遠ざかり見えなくなった。第一戦隊は、左発展一斉回答を2回行い、15時49分には、ミカサを戦闘にした、単獣人に戻り、北東へ進路を取った。15時55分、 第一戦隊は東ほの南約7000メートルに北方へ遁走する敵艦主力を発見16時1分に距離6500メートルで砲撃を再開した。クニャージスボーロフは孤立したまま北東に進路を取り主力の前方を進んだ。第二戦隊による報告14時56分に左発展一斉回答を行い単王人となった。 第一戦隊各艦の後尾を通過する第二戦隊は東南東へ直進を続けバルチック艦隊に3000メートルの距離で攻撃を加えたバルチック艦隊はしばらく右回答を続けたため第2戦隊も南東に進んで敵の戦闘をめぐり攻撃したバルチック艦隊はさらに右へ回頭し第2戦隊から離れたため第2戦隊は15時10分に砲撃を中止し 左16点逐次回答を行い、15時16分に、震度を正北西とした。15時20分に、北方へ向かうバルチック艦隊を、左限性横やや前方に認め、距離6000メートルで砲撃を再開した。15時26分には、距離3100メートルまで近づいたが、バルチック艦隊は、ノームと爆炎で見えなくなり、 砲撃を緩めて、マストの旗を頼りに砲撃を続けたが、15時34分には、左下限に、クニャージスボーロフを発見し、1700メートルという、至近距離で砲撃を加えたがほとんど反撃がない、ことから砲撃を中止した。見えなくなった、敵主力は、第二戦隊の後方から北方に逃れると考えられ、 同時に第一戦隊が引き返してきたことを確認したため十五時四十七分に右へ回答して北東へ進路を取り第一戦隊の左前方に入った佐藤の証言戦九百三十五年に記録された日露戦役参加者四段階記録による佐藤の証言によればクニャージスボーロフは十四時五十分の段階でまだ列の先頭にいてそこから火事の故障で左折して 後続の艦が列を乱したとしている。第2戦隊の左16点逐次回答には触れているが、バルチック艦隊主力の行動については触れていない。16時15分、第1戦隊は東北東に変身指摘と接近を図った。バルチック艦隊は隊列が乱れ4分5列となっており、特に両艦隊の間に入り込んでしまったクニャージスボーロフは、 さらなる集中砲火を受けて悲惨な状況となった。バルチック艦隊は緩やかに右へ回り、第1戦隊も16時24分にはおおよそ東に向かった。第1戦隊に先行していた第2戦隊は16時30分に敵を見失った。バルチック艦隊は右へ回り続けたため、第1戦隊は敵がまた後尾を回って北へ逃れようとすることを思いんぱかり、 16時35分に左発展に一斉回答を行ったが、バルチック艦隊はこれを見てか北進を止めた様子を認めすぐに単重陣へ戻ろうとしたが、右発展に一斉回答の信号を各艦が確認するのに手間取り一斉回答を行えたのは16時43分であった。この間にバルチック艦隊を完全に見失ったため、第一戦隊は16時51分から南に、 変身した。第二戦隊はこれに先立って南へ向かっていたものの、北方へ向かう第一戦隊を見失いかけたため16時47分に北西へ向かって第一戦隊に近づこうとしたが、南方からの砲撃音と第一戦隊の南進が確認でき再び南方へ向かった。第三第四戦隊は反抗線から同向線に移りつつ攻撃を繰り返し、 16時20分には、衛戦、ルーシを撃沈し、仮想巡洋艦、ウラルや工作艦、カムチャツカにも損害を与え脱落させた。第5、第6戦隊も攻撃に加わったが、16時40分に、南下してきたバルチック艦隊主力の一部と遭遇し、巡洋艦、ニワが浸水するなど被害を受けたため一旦退避した。この時に、バルチック艦隊は、 主力と巡洋艦、特務船が合流し、機体と進路を変えた。また、第三戦隊機関の巡洋艦か詐欺は15時7分ごろ、水戦部に受けた損傷で浸水がひどくなり、18時に湯谷湾で修理を行うため離脱した。これには護衛と第三戦隊司令官では主下等の異常のため巡洋艦、死とが同行し、巡洋艦、音は、ど新高は、 臨時2大温泉帯に交流した。クニアージスボーロフは、上部構造物のほとんどを破壊され、海上を漂うようにしていたが、17時30分頃、駆逐艦、V イヌイがこれを発見、ロジェストベンスキーやバクリョーラを異常させて、他の艦を追った。ロジェストベンスキーは頭部に負傷を負って、意識を失いかけており、指揮権をネボガドフに譲った。 クニャージスボーロフはその後も攻撃を受け、最終的に第5戦隊に随伴していた第11体体の魚雷により19時20分沈没した。また、それより、さきの19時頃、その周辺に漂流していたカムチャツカは第4戦隊などの攻撃により沈没している。第1戦隊は17時28分には南進を続ける第2戦隊と分離して、 北北西に向かった。第一戦隊は17時40分頃には孤立していたウラ裏を撃沈した。さらに17時57分、ほぼ同方向に進むバルチック艦隊を発見して、砲撃を再開した。この時のバルチック艦隊のうち、クニャージスボーロフとオスヤビアを除いた主力艦10隻は、ボロジノを戦闘として、それにオリオールが続き、損害の大きな、 インペラートル・アレクサンドル三世などが後方に回っていた。第一戦隊は当初、ボロジノに攻撃を集中し、爆炎で照準が困難となった後は主に、お料理を狙った。この際は、距離が詰まらず、18時45分以降、第一戦隊は手法のみでゆっくりとした射撃を行った。19時頃には、インペラートル・アレクサンドル三世が、大きく、左へ、 列外に出てから沈没した。それに後続して列外に出た、解剖戦艦、アドミラル・ウシャーコフ、戦艦、ナバリン、同シソイベリキー、一等巡洋艦、アドミラル・ナヒーモフはそのまま南方に逃走しようと、したが、敵艦が見つけられなかったために北上してきた第二、戦隊を発見して再び北へ向かった。しかし残りの主力艦と合流しきれず、夜間に試算して、 各撃破された。日没を迎えた後も砲戦は続いたが19時10分に、三笠は、砲撃を中止し、後続の各艦もそれに倣い19時20分に、砲戦が終了した。しかしその時、ボロジノは、最後の被弾が弾薬に引火し2回の大爆発を起こし転覆、沈没した。日本側は、この27日昼間の戦闘をひとまとめに第1、合戦としており、 以降の戦闘にも発生順に数字をつけている。連合艦隊の多くの戦艦、巡洋艦は翌日の戦闘に備え移領島に向けて移動を開始し、昼間は所属戦隊に付随していた駆逐隊と水雷艇隊は日没に備えてバルチック艦隊の周囲に接近し完全に暗くなるときた東、南の三方から次々と襲撃に移った。 オリょールとその後続艦三隻はその行方をくらますため、左発展一斉回答を行い、20時にはネボガトフ上艦のインペラートルニコライ一斉を共同として、無頭化高校に入り再び北へ向かった。しかし、バルチック艦隊の一部の艦艇はサーチライトを使って野州部隊に対して迎撃しようとし、相手に対して目標を作ってしまった。 連合艦隊の駆逐隊と水雷艇隊は一部の隊を除き攻撃に移ったが中には衝突したり目標を見失ったりしたため攻撃できなかった感もある。結局総計で魚雷54個を発射し連携水雷8軍連を投下したが使用時間の遅い連携水雷を除いてどれが命中したかははっきりしていない。バルチック艦隊はこの襲撃で ナバリンが沈没し、シソイベリキー、アドミラルナヒーモフ、一等巡洋艦、ウラジミール・モノマフが損害を受けた。このうち、シソイベリキーに命中したものは、他より遅らせて攻撃した第四駆逐隊が28日2時30分、頃に投下した、連携水雷6軍連のものと推測されている。損傷した3隻は、ウラジオスト区域を諦め、自陳の多滅島へ向かった。 日本側も無傷とはいかず、駆逐艦、暁と衝突した水雷艇第69号艇と敵艦からの砲撃を受けた水雷艇第34号艇、銅第35号艇の水雷艇3隻が沈没している。他に駆逐艦、夕蹴りと銅、春雨も衝突事故を起こして共に勝破した。第4駆逐隊を除いて、 夜襲は0時前に終了したが、バルチック艦隊は、脱落やはぐれるなどで、インペラートルニコライ一世に続行するのは、オリョール、解剖戦艦、ゲネラルアドミラルアプラクシン、同、アドミラルセニャービン、二等巡洋艦、イズムルートの4隻のみとなってしまった。28日の夜明け、連合艦隊の戦艦、巡洋艦からなる、各戦隊は、 第7戦隊を除きおのおの移領島に向かっていた。4時50分、北上中の第5戦隊が、インペラートルニコライ一世など母隻を発見し、以後接触を保った。第4戦隊も接近して、敵艦隊であることを確認し、各戦隊に知らせた。この艦隊の陣容を知らされた東郷はこれを、敵残存艦の主力であると判断し、 第4戦隊に接触を保つことを明示すでに、移領島近海まで来ていた第1、第2戦隊をこれに向かわせた。同じく夜明け頃、デワが異常した、シトセは北上の際に、単管で行動していた、駆逐艦、ベズプリオチヌイと遭遇し、居合わせた、駆逐艦、有明と共に、これを攻撃、撃沈した。第6戦隊も加わった第4、第5戦隊は、 南方から敵を追っており、第1、第2戦隊は9時30分に、インペラートルニコライ一世などを発見し、北方から敵の前面を遮って包囲した。10時30分、距離8000メートルをもって第1、第2戦隊は、射撃を開始した。10時34分、ネボガトフの指示により、インペラートルニコライ一世は白い旗を形容し、降伏の意を示したが、 戦時国際法で必要な期間停止をしていなかったため連合艦隊は砲撃を続けた。10時53分にネボガトフも期間を停止しなければならないことに気づき期間は停止された。連合艦隊もこれを受けて砲撃を中止した。日本側は第1、第2戦隊の各艦がこの4隻の捕獲に当たった。しかし、 インペラートルニコライ一世の前方を進んでいた、イズムルートはこれに従わず、東方へ逃走を図った。デワが異常して、ユヤワンより急ぎ戻ってきた、シトセや、第六戦隊がこれを追ったが、速力が及ばず逃走を許した。イズムルートは東から大きく迂回して、ウラジオストクに向かったが、ロシア沿岸で座礁して、爆破の上放棄された。第四戦隊は放棄運動中。 二等巡洋艦、スベトラーナと駆逐艦、ブイスツ類を発見し、オトワとニータカがこれを追って攻撃。11時6分にスベトラーナは撃沈された。ブイスツ類は途中で分離したが、ニータカと途中で加わった駆逐艦、村雲に追われ、逃走を諦めて、朝鮮半島沖に艦を格座させ、乗員脱出後に爆破処分とした。シソイベリーキーアドミラルナヒモフ。 ウラジミール・モノマフは、津島周辺で沈没し、乗員は、日本側に救助された。ウラジミール・モノマフには、駆逐艦、グロームキーがついていたが、駆逐艦、知ヌイ糸、水雷艇、第63号艇に追撃され、ウルサン沖にて降伏した。日本側はこれを捕獲しようとしたがそのまま沈没した。アドミラル・シャーコフは27日夜に、洋上で停止して、 修理を行ったため大きく遅れており、単幹で北上していたが十四時頃、インペラートルニコライ一世などの捕獲作業中だった日本側に発見されてしまった。日本側は、総工巡洋艦、岩手と同、役もが捕獲作業を中断して、これを追った。アドミラルーシャーコフに近づいた岩手は降伏を勧告したが、アドミラルーシャーコフはこれに従わず十七時三十分に、 攻撃を開始し、十八時十分には抵抗を諦め自爆して沈没した。ロジェストベンスキーを乗せて北上していたブイヌイは、機関の故障や石炭の欠乏により、ウラジオストクへ到着することが困難になってしまった。二十八日の夜明け、一等巡洋艦、ドミトリードンスコイ特築艦、ベドブイ、銅、グローズヌイと合流できたため、ロジェストベンスキーは、ベドウイに異常し、 グローズヌイと共に、ウラジオストクへ向かうことにした。しかし14時15分、所属隊から離れ故障の修理と補給のためウルさんに、飛行してから、移領島に向かっていた、駆逐艦、サザナミと、同カゲロウによって発見された。ベドウィと、グローズヌイは逃走したが16時30分、ベドウィが遅れ始め16時45分には、距離4000メートルで、 サザナミとカゲロウが砲撃を開始した。グローズヌイは逃げつつ応戦したが、ベドウイは機関停止を行い降伏した。サザナミはこれをロジェスト・ベンスキー司令官と共に捕獲した。グローズヌイはカゲロウの追撃を振り切り、数少ないウラジオストック到着組の一つとなった。ドミトリー・ドンスコイはベドウイと別れた後、ブイヌイを撃沈処分してウラジオストックに向かったが、 17時50分に、移領島付近で第4戦隊に発見された。さらに、オトワと,とニータカも迫ってきたため、ドミトリー・ドンスコイは自沈するために、移領島へ向かった。ドミトリー・ドンスコイは日没までの砲撃と、夜間の駆逐艦による攻撃を迎え撃った上で、深夜に退艦、自沈作業を行っており、翌朝日本側が放棄された艦を発見して、 捕獲作業に入る前に沈没した。27日夜、一等巡洋艦、オレーク、同アブローラ、二等巡洋艦、ゼムチュク、駆逐艦、ボードルイ、銅、ブレスチャーシチーの5隻はまとまって航行していたが、途中で、ウラジオストクへの直行を諦め南シナ海方面へ戻った。しかし、ブレスチャーシチーは、前日の被弾が原因で28日朝に、 沈没してしまい、ボードルイが残ってその乗員を救助したが、ボードルイは、オレークなどとは、再合流できなかった。オレークなど3隻は6月3日に、マニラへ入港して、アメリカに抑留された。ボードルイは、燃料の欠乏により数日間漂流していたが、イギリス戦に栄光を依頼して6月4日、上海へ入港して、清に抑留された。なおこの隊を率いた。 エンクウイスト少将は28日夜明けに孤立したことを知り引き返したと報告しているが、視界の良かった28日朝に連合艦隊第7、戦隊各艦や日本側の暴露の目を盗んで、津島海峡を発見されずに突破することは困難で、あり、夜半には引き返していたのではないかと、日露両国の戦士で疑われている。輸送船、スビリは5月29日に、水雷母艦、 コレイヤは5月30日に上海へ入港して清に抑留された。輸送船イルツイシは損害のため島根県沖まで逃れ、28日に船は放棄され29日朝に沈没した。輸送船アナギリは消息不明となっていたが6月27日にマダガスカル島へ到着し、そのまま本国へ戻っている。 中立国アメリカ領のマニラーンへ逃げ込んだ防護巡洋艦オレークの被害バルチック艦隊はこの回線によって戦力のほぼ全てを失った。ウラジオストクに到着したのはカゲロウの追跡を振り切って30日に到着したグローズヌイと28日以降日本側に発見されなかった二等巡洋艦、アルマース、駆逐艦、ブラーブイの三隻のみであった。病院船である。 アリオールとコストローマは臨拳の結果、アリオールにオールドハミアの乗員4名が交流されていたことによって条約違反とされ、アリオールは打破されてクスの北も詰まるとして日本海軍に編入された。コストローマは問題がなかったため解放されて本国へ帰還している。バルチック艦隊の艦船の損害は沈没21隻、日田保6隻、 中立国に抑留されたものを6隻で、兵員の損害は、戦士4830名、捕虜6106名であり、捕虜には、ロジェストベンスキーとネボガトフの両帝徳が含まれていた。連合艦隊の損失は、水雷帝3隻沈没のみ、戦士117名、戦勝583名と警備であり、大艦隊同士の艦隊決戦としては、現在においてまで、 史上稀に見る一方的勝利となった。当時鎖国が溶けてから50年ほどしか経っておらず、列強と異なり植民地もない、欧米から遠いアジアの小さな新進国と見られていた日本の大国ロシアに対する勝利は世界を驚かせた。また、海戦の結果、極東海域における日本海軍の正解権が確定した。 ロシア軍にとっては、満州で退治する日本軍の補給を断つことで戦争に勝利できる可能性が消滅した。1905年3月の法典海戦で、ロシア陸軍主力の撃滅に失敗した日本にとって、海戦での決定的勝利は和平交渉の糸口となり、ポーツマス講和会議への道を開くことになり、その後の列強後大国入りにつながった。6, 名以上の捕虜は、 多くが上官の沈没により海に投げ出されたが、日本軍の救助活動によって救命された。また、千島や日本海沿岸に流れ着いたものも多く、各地の住民に保護された。日本は戦時国際法に忠実であり、国際社会に日本は文明国であるとアピールするためにも、戦時法遵守が末端の小艇の水平にまで徹底されていた。ロシア兵捕虜は、 日本国民が戦時財政下の困窮に耐える中、十分な治療と食事を与えられ、健康を回復し帰国した。軍法会議での処罰を恐れる士官は日本に留まることもできた。日本の戦時国際法の遵守には、世界各国から賞賛が寄せられた。負傷し捕虜となったロジェスト・ベンスキーは、長崎県佐世保市の海軍病院に収容され、統合の見舞いを受けた。統合は、 軍服ではなく白いシャツという平服姿であった。病室に入るとロジェストベンスキーを見下ろす形にならないよう、枕元の椅子に腰掛け、顔を近づけて、様子を気遣いながらゆっくり話し始めた。この時、極端な科目で知られる統合が、付き添い証拠が驚くほどに言葉を尽くし、苦難の大公開を成功させたにもかかわらず惨敗を、喫した敗軍の提督をいたあった。 ロジェストベンスキーは、敗れた相手が閣下であったことが、私の最大の慰めですと述べ、涙を流した。ロジェストベンスキーは回復して帰国し、1906年軍法会議にかけられたが、戦闘中に重傷を意識権を持っていなかったとして、無罪となり60歳まで生きた。日本では5月27日は、海軍記念日に制定された。 海軍記念日は1945年を最後に廃止されたが現在でも日本海海戦記念式典が毎年開催されている。2005年5月には津島市、横須賀市などでそれぞれ日本海海戦100周年記念の式典や大会が開催され津島市では海戦後初の合同慰霊祭が行われた。アメリカのニューヨークタイムズは日本海海戦で日本艦隊が ロシア総交換12隻を沈めたの一報が届いた時、アメリカ白人特有の人種差別的感情から、黄色人種が白人に勝つはずはない。一報が間違っていると断じて、ロシア艦の水兵が反乱を起こし、キングピンを抜いたという報道をした。東郷平八郎は、指揮能力、統率能力も引い出ていた。最前線で敵の動向に瞬時に対応する。 陣頭指揮を行いつつ、爆僚を戦艦、三笠で最も安全な司令塔に移動させ、自分が戦死した後の速やかな指揮権継承を保障するなどの指揮を取った。東郷は旅順封鎖の期間中も演習を行い、十分に艦隊の連動を上げていた。直前の公開回線などの戦闘経験と、その勝利によって指揮も高かった。 また、公開回線の教訓を十分に生かした。複数の艦を同時に自由に反転させるなどの様々な艦隊運動を思いのままに行うことができた。このため、逃げ回るバルチック艦隊の風上に常に回り込み、艦隊を維持しながら砲撃を加え続けることができた。秋山正幸連合艦隊司令部は、第1艦隊参謀、秋山正幸第2艦隊参謀、 佐藤哲太郎を参謀に要し、上層部もその意見を徴用しつつ、組織的、有機的に最善の判断を行うよう常に努力した。また、各艦隊司令官、各艦艦長は必要に応じて独自の判断で行動する能力を持ち、高速巡洋艦からなる第二艦隊には猛将と言われた上村提督が任命されるなど適材が適所に配属されていた。 7段構えの先方、秋山正幸参謀が建てたバルチック艦隊を全滅させるための迎撃作戦計画。天気正論なれども箱押しの伝報で、大本営は第1弾が行われないことを理解した。実際には第2弾と第3弾のみでバルチック艦隊を殲滅した。敵前海島と定時戦方連合艦隊は以前より海戦史上位表をつく。 敵前大回答と定時戦法を実施することを考えていたが、公開回線での失敗を受け、艦隊決戦の基本方針を連携水雷作戦へ切り替えた。しかし、有足を生かし平行線に近い浅い角度の定時戦法を強いる砲撃戦の研究も続けた。決戦当日は高い波浪条件により、連携水雷作戦が不可能になった。 反対に砲撃戦で原則を打ち抜き浸水をもたらすことが容易となり、最終的に敵前回答に続き、後者の先方を取った。当時の回戦の常識から見れば、敵前での大角度逐次回答は危険な行為であった。実際に、その後、機関であり、戦闘艦であったミカサは、回答定番り直後から敵艦隊の集中攻撃にさらされ、 被弾48発のうち40発が、右限に集中していた。しかし、連合艦隊はそれらの不良を織り込んで実行した。確かに1艦あたり2分間あまり無力になるが、敵の攻撃も回答中は、その将来位置が特定できず、砲撃がほぼ不可能。ジャイロコンパスが発明されていない当時、一点に砲弾を集中し続けることは事実上できなかった。 当時は照準系の精度が悪く、第1弾が環境や手法などの使用部に一発で命中することは、ごく稀であった。そのため、第1弾の着弾位置から照準を修正して、第2弾からの命中を狙うことが多かった。しかし、バルチック艦隊が使用していた黒色火薬は、発砲後に、その猛烈な爆炎によって視界が覆われ、煙が晴れて、 第2弾を放つまでに時間がかかる。すなわち回答中に、第2弾は飛来しないか、飛来するとしても慌てて撃つため命中精度が低い。バルチック艦隊が、それでも仮に一点に砲撃を集中したとしても、わざわざ砲撃が集中している場所に、後続艦は突っ込まずに回避すればよい。バルチック艦隊は機関であるミカサを集中砲撃するが、統合としては、 最新鋭で最も走行の厚い三笠に被弾を集中させた艦に被害が及ばないことを狙った。一万一三笠が大破し、自らが戦死してでも定時の状態を完成させることを最優先とした。また、前述の旅順封鎖中などの艦隊訓練により、東郷は各艦の速度、回答の速さなどの、いわゆる癖を見抜いており、これが、 歴前代開花を始める位置を決めるのに役立った。定時先方否定論と反論。戸高一世は、合戦図から定時になっていないため、日本海海戦は、定時戦法ではなかったと論じている。半藤和都氏など支持者は、一定数いるものの確定的な証拠はなく、根拠とされるものも否定できるものが多い。一家否定論の根拠と反論を列挙する。上記のように、 刑事戦法の存在を疑問視する意見と肯定する意見両論が唱えられているが一時資料である連合艦隊機関三笠の戦闘商法には2時14分敵の前面を押す36分さらに敵の前面を押すと繰り返したあと47分敵艦隊に対して刑型を描きと書かれている艦隊戦術連合艦隊主力は敵の短艦を追わず 敵艦隊が散り散りにならないように努め、敵艦隊に対し集団殲滅を図った。敵艦が南へ回答する動きを見せた際も追わなかった。敵の動きを観察し、敵艦隊が時間帯抗方を機体すり抜ける恐れが、生ずると、第一戦隊は一斉回答で機体一旦距離を取るかのような運動を行い、敵艦隊が集団体系整理を行うよう時間を与え、 誘導した。二戦隊は敵艦隊の東方を塞ぐ運動を行った。艦隊編成連合艦隊は常に速力、火力が同じ二隻が一組となって敵と対峙し、二対一の優位な状態で戦えるようにしていた。連合艦隊は同種の艦をグループにまとめるように留意しており、第一艦隊は砲戦力、第二艦隊は機動力、 第三艦隊は旧式艦としてはっきり運用の仕方を分けていた。このため艦隊運動による効率的な攻撃、追撃、退避が可能になりバルチック艦隊を逃さない追撃戦を行えた。バルチック艦隊は速力の速い艦と遅い艦が混在した艦隊編成をとっていた。砲術後続近距離射砲第五駆逐隊司令の鈴木勘太郎中佐が行った 駆逐艦や魚雷艇で敵艦に全力で接近して行う魚雷夜艦攻撃法。単焦灯で照らし出され、砲火を浴びせられながら攻撃する夜戦法で暗闇が前提なため味方同士が衝突事故を起こす危険があり、実現するために猛訓練を行った。その結果、戦艦、クニャージスボーロフ、シソイベリーキー、ナバリン、装甲巡洋艦、 アドミラルなヒーモフ、ウラジミール・モノマフを一世で撃沈するなど戦火を上げ、バルチック艦隊にとどめの打撃を与えた。遠距離からの魚雷攻撃が当たり前だった、当時の魚雷戦術に衝撃をもたらした、新戦法。旅巡航閉塞作戦で魚雷を発射する距離が遠すぎて、戦火を上げられなかった教訓をもとにしている。聖射戦術日露戦争以前の砲戦では、 各方が、おののの判断に従って射撃した。この方法は砲が小さく射程が短い時代は、有効であったが、砲が大型化し射程が伸びるにつれて、着弾が分かりにくいこと、発射の衝撃で船体が揺れ照準が狂うこと、弾着までの目標の移動による射撃所限の算出困難などの問題が生じていた。日露戦争で、日露領海軍は、環境から、 射撃証言と発砲命令を射撃通信用の電気式通信装置及び時計の文字盤を真似た指示板及びラッパ、電線管で伝えて砲撃を行った。これにより連合艦隊では事前の訓練の成果もあって高い命中率を記録した。対するバルチック艦隊では訓練不足の上に指揮を取るべき砲術士官が次々に戦死、 負傷したため従来通りの砲戦式を用いざるを得ない事態となった。なお、全方統制下による正射戦術が行われたとよく述べられるが、当時の射撃式装置では、前後の主砲塔の砲撃のタイミングを合わせることは不可能である。もちろん砲塔ごとに砲撃のタイミングを合わせる正射は行われたが、 砲塔の技術上の問題により正射を行うと、著しく発射速度が落ちることとなるので、近接していた命中が確実な場合以外は、絶対に行ってはならないとなっていた。また、蒸気のようにジャイロコンパスが発明されていない以前では、目標までの距離情報以外は、有効に活用することはできなかった。一方、バルチック艦隊では、前述の通り従来通りの放線式を用いざるを、 えず、さらに旧式戦艦などは、黒色火薬による黒煙によって視界が遮られ方、側観測が満足に行えなかった。このため正確さを欠いたままの連続射撃しか行えず、低い命中率に止まった。なお、日露戦争後に、イギリスで、正射戦術に特化した新型戦艦ドレッドノートが開発される。手法による榴弾の射撃連合艦隊は、 遠距離からの手法射撃において、従来からの敵艦減速を打ち抜き浸水沈没をもたらす目的の鉄鋼弾に加え、敵艦上部構造を破壊し、戦闘力を奪う目的の榴弾を併用した。従来までは、そのような榴弾は複方による近距離戦術であった。その榴弾には鋭敏な進艦と大破裂力及び、高温火炎を持つ策略を採用し効果を高めた。 なお戦艦ミカサ城の統合司令長官は、露天艦橋上で指揮し続け、ロシア艦隊が遠距離から榴弾を撃ち込む戦術を持たないことを知っていた。鉄鋼弾当時の戦艦の原則走行は進歩し、当時の戦術に従い手法から射撃した鉄鋼弾が着弾しても少なからず、走行を貫通できなかった。連合艦隊主力艦の手法の鉄鋼弾は、 ロシア側に比べ初速は低いが重量弾だったので遠距離砲戦では装甲貫通力が勝りその貫通口から大きな浸水被害を与えた移住院新艦連合艦隊は主砲の遠距離砲戦で鉄鋼弾による戦術に合わせて榴弾をも射撃し敵艦上部構造の破壊と無力化も狙った新艦には移住院五郎少々の開発したエビン 移住院新管を採用し不発弾を減らした。榴弾の策略には火災効果が高い下瀬火薬を用いた。頭髪ただ、移住院新管はあまりに鋭敏なため、頭髪事故の原因と疑われることもあった。頭髪とは連続射撃を経た方針が灼熱することによって発射時に砲弾が方針内で爆発する事故で、第一次世界大戦直前に防止装置が発明されるまでは、 発生確率は高かった。日本海海戦では、三笠、日清、オリオルで、頭髪が発生した。後の連合艦隊司令長官山本五十六は、少尉候補生として、日清に乗り組んで海戦に参加したが、この頭髪に巻き込まれ、左手の指2本と右足の肉塊6寸を、そぎ取られる重傷を負った。現在では、この頭髪は、移住因震感が原因ではなく、 砲弾作薬の問題であるとする説が一般的である。当時の技術では大きな砲弾に作薬を要点した場合に気泡を取り除く技術が不完全だったため内部にホットスポットができやすく、そのために砲弾を発射した衝撃で低速、爆号が正規したために自爆したと考えられている。下瀬火薬連合艦隊は 砲弾の作薬に、下瀬火薬を導入した。これは、当時作薬の主流であった黒色火薬より、爆速が速く、命中時の破壊規模は、当時の火薬常識を超え、ロシア間の構造物は粉々に破壊された。下瀬火薬の爆速は、現在の TNT 火薬の爆速6900メートル毎秒を上回る7350メートル毎秒であり、 この爆速で破壊されたロシア艦の姿から、戦後、日本に謎の下瀬火薬ありと諸外国から恐れられた。さらに、下瀬火薬はその高熱によってペンキなどの可燃部すべてを燃やし、粉々に破壊した甲板を火の海にした。下瀬火薬は、海軍技師の下瀬宮美女が、フランスのピクリン酸を主成分とするメリニット火薬を分析、コピーしたものであるとされている。 しかし、当時の火薬技術は国家機密で、その詳細を日本が入手することは困難であり、下瀬自身も独自開発を主張している。ヨーロッパではメリニットの高感度性と毒性を嫌って使用されなかったが、日本海軍では爆発事故の可能性には目をつむって砲弾の威力を優先した。下瀬は爆発事故で重傷を負いながらも研究を行い、 玉体の内部に漆を塗ると鉄とピクリン酸の反応を防げることを発見。これを実用化して砲弾を完成させた。しかし、日本海軍には砲弾を長期間保管した時の安全性を検証する余裕がなかったため、日露戦争後に戦艦、三笠の爆発沈没事故をはじめ何度も爆発事故を起こし、多数の死傷者を出した。36式無線電信機。 秋山正幸参謀は、無電に理解のないトップに3回も上進を繰り返し、木村俊吉博士の研究によって完成した36式無線電信機を1903年に正式採用させた。しかも、島津玄造が日本初の鉛蓄電池の開発に成功したため、36式無線電信機は日本海海戦で12分に活躍可能となった。当時、 無線電信技術はグリエルモ・マルコーニが1894年頃に発明したばかりだったが日本海軍はいち早く世界トップレベルの通信力を整備したのであるバルチック艦隊の司令部はなぜか無線妨害を行わなかった36式無線電信機はシナノマルによるバルチック艦隊発見の報告や戦闘中の各艦の情報交換に活用され 戦況を有利に導いた。この36式無線電信機は安中電機製作所の製品であり、蓄電池は島津製作所の製品、受信機の軽電機はイギリス製であった。一方、ロシア側ではマルコーニとほぼ同時期にアレクサンドル・ポポフが無線電信を発明していたが、海軍上層部が先見性に欠けていたために普及が遅れていた。 この無線電信の分野でも、日露両国は明暗を分けることとなった。無線通信を駆使した日本海軍の戦術は、現代では、ネットワーク中心の戦いの初適用例とされる海底ケーブル日本の対外電信事業は、外国企業に独占され、機密保持上の問題があった。そこで、小玉玄太郎は、日本独自の海底ケーブル敷設のため、 イギリスから電信用ケーブルを輸入するとともに、日本最初の海底ケーブル付設船、沖縄丸をイギリスへ発注した。小玉の調達した機材で、九州台湾艦が海底ケーブルでつながれ、さらにイギリスのインドアフリカ海戦に接続された。バルチック艦隊が希望ミネやインド洋を周回している情報は、イギリスのインドアフリカ海戦を通じて、ロシアに秘密で次々に、 日本に送られた。さらに、この小玉ケーブルといわれる海底ケーブルは、朝鮮半島と日本間など、日本周辺に張り巡らされ、朝鮮半島に停泊していた、連合艦隊機関、戦艦三笠と東京の大本営とで電信による通信が可能であった。1分間で20数文字と限られた情報量であったが、最前線と大本営の間で、情報や、 命令のやり取りを短時間で行うことが可能であった。このため、大本営はいつでも連合艦隊に移動命令を出せるようになったため、持てる戦闘力のすべてを日本海海戦だけに集合させることができた。日英同盟の恩恵として、ロシアの同盟国フランスはことあるごとに英国の干渉を受けたため、局外中立を堅持せざるを得なくなり、バルチック艦隊は、 フランス植民地の港湾での本格的支援を受けることができなかった。一方、日本はイギリスからバルチック艦隊の行動に関する情報を追じ入手することができた。さらに、イギリス製の新型射撃板、最新型の36式無線電信機など、イギリス海軍から当時最新の軍事技術を利用することができた。このことから、東海戦を含む、 日露戦争を諸国艦隊戦の講師、大霊寺世界大戦と定義する研究者がいる。バルチック艦隊は 33, 3 3 3 4 0トルもの、長大な距離を1904年10月15日から1905年5月27日まで、半年以上航海を続けた。初めての東洋の海への不安、旅順艦隊を撃破した日本海軍への恐れは、 水平の間に潜在的に蔓延していて、ドッカーバンク事件のような重大なミスを引き起こしている。さらに、フランス領インドシナのカムラン湾出港後は、ウラジオストクまで寄港できる港がないことから、各館は石炭をはじめ、大量の補給物質を積み込んでいた。このためただでさえ、実際の排水量が設計上の排水量をかなり、超過している、ロシア戦艦はさらに排水量が増えてしまい、 原則走行体の推薦状高さの減少や復元力の低下につながり、日本海海戦における各戦艦のあっけない沈没の大きな要因となった。長期の航海では船底についた貝や藤壺が船足を落とす。当時の軍艦は2ヶ月に1回程度は船底の貝を落としていた。これは本格的にはドックに入らなければできない作業であったから。 長い航海の間にバルチック艦隊は徐々に最高速度を落としていった。また燃料の石炭も日英同盟から十分な無塩炭を確保できなかった結果、艦自体のスピードの低下やもうもうと吐く国によって艦隊の位置を知られてしまう失態を演じてしまった。当時のロシア社会は貴族の上級士官が庶民の水兵を支配するという構造的問題を 抱えていた。上官と兵士ではなく、主人と奴隷のような関係の軍隊は、時に、対立や非効率を生んだ。水兵の中にもロシア革命にもつながる自由思想の、目が育ち始めた時期で、無能な高級士官への反発が戦う意義への疑問を、生み、指揮を削いでいた。結果、サボタージュが頻繁に見られた。日露戦争前のロシア海軍は、 大幅な増強を行っていたが新たな水兵の訓練は怠っており、新編成となったバルチック艦隊の水兵の質は低かった。航海前に多くの新水兵を乗せたが、マダガスカルでの長期滞在中など、十分に戦闘訓練を行ったものの目的が明らかでなく、訓練のための訓練となってしまって実戦に有効でなかった。 バルチック艦隊主力艦のボロジノ急戦艦の中には観光しておらず、後員を乗せたまま出港した艦もあった。ロシア艦は家具調度品や石炭などの可燃物を多く積んでいた。当時の艦艇は木造部分が多く、浸水よりも火災で戦闘不能になることが多かった。露獲されたものの沈没は免れた戦艦、オリオルでは乗員たちが自主的に 木製家具の処分などを行ったが、撃沈された戦艦、アレクサンドル三世などでは、居心地が悪くなるなどの理由で、木製品の処分が行われず、それが明暗を分けたとも考えられる。バルチック艦隊主力十二隻の手法は、十二インチ砲や十インチ法が多く、八インチ法が多かった、連合艦隊主力十二隻の手法より勝っていた、ともされるが、実際にはそう言い切れなかった。 漢方は、砲塔の基本形完性や光線式方針によって、無煙火薬が創薬になるなど1890年前後で大きく変化しており、古い手法は防御力、貫通力、発射速度などで劣っていたからである。方針の短い旧式法は創薬に黒色火薬を用いなければならず、数発撃てば、方針の洗浄が必要で、発射時の煙がなかなか晴れないためどうしても、 発射速度で劣ることになった。また砲塔があっても初期のものは不具合が多かったという。連合艦隊で黒色火薬を用いたのは第5戦隊の4隻のみに対し、バルチック艦隊には主力にも3隻含まれていた。解剖戦艦は比較的大きな手法を持っているものの、戦隊の大きくないため6インチ砲を集めず、走行巡洋艦と同じ戦闘能力があるかは疑わしい。 元来東朝のバルト海において大型艦の航行しにくい海域で中小艦艇を圧倒する目的の艦であり、外洋で戦うには不向きであった。バルチック艦隊司令部は長い航海の終わりに疲れ切った状態での戦闘を避けるべく終始、主制の行動をとった。また、ウラジオストクに一目散に逃げ込んで十分な休養の後に日本艦隊と対峙しようという考えも、 決戦の勢いを鈍らせた。結果、時間帯に有利な状況での先制攻撃の決心を書き、チャンスを生かせなかった。ロジェストベンスキー提督が規律を重んじすぎる性格で、各艦の勝手な発砲に過敏なほど、憲法感を示した影響も大きい。後年、東郷は、初戦でバルチック艦隊の体系の不備を指摘して、 ロシアの艦隊が小単獣人で来たのが間違いのもとだったのさ、力の弱い第二戦艦隊がこちら側にいたから、敵が展開を終えるまでに散々これを痛めた。あの時もし単獣人で来られたら、ああは安や々すやすとならなかったろうと述べている。開戦当日の気象は、天気清浪、慣れども浪行死とあるように、風が強く、波が高く、東郷らの回り込みによって、 風下に立たされたバルチック艦隊は、向かい風のために、攻撃の命中率が、さらに低くなった。還元を高く設計した、ロシアの艦艇は、波が高いと無防備の喫水船以下をさらけ出すことになり、巨来一発で撃沈されたとする見解もある。しかし、ボロジの急戦艦はどれも計画排水量を大幅に、超過しており、水船鋼鉄はに、3ほどが、 水中に没し、一番厚い部分の上端は水面下にあったため、どのような高程であったとしても、水栓層効果を水面上にさらけ出すとは、到底考えられない。また、本級の間質配置では、中央各壁を原因とする、片原浸水とそれによる誘導水の存在により、一定以上の浸水が起きると転覆しやすかったと、されている。 また、日本近海の航海経験があるロジェストベンスキーは、ロシア艦隊が台風の直撃を受けたら、戦わずして、下半の喪失もあり得ると認識しており、台風の直撃を受けにくい、津島海峡を突破する航路を決断した一員となっている。三笠富士連合艦隊人員については、日本海海戦における連合艦隊艦部を参照第一艦隊。 連合艦隊司令部直卒、第2艦隊第3艦隊特務艦隊クニャージ、スボロフボロジノオリオール海戦に参加しなかった艦艇は含まない。正式名称は、第2および第3太平洋艦隊、津島オベリスク、福岡県福津市に日本海海戦記念碑がある。また、毎年5月27日には、神奈川県横須賀市にある海上自衛隊の横須賀基地で、 日本海海戦記念式典が催されている。1908年、サンクトペテルブルクに、インペラートルアレクサンドル3世乗組員の慰霊碑、津島オベリスクが建てられた。日本海海戦を題材とした、同盟軍歌は4曲ほど創作された。日本海海戦を参照。ありがとうございます。